はい、こんにちは、こんばんは、サガンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは、年金、生活、趣味、資産形成などの面から、シニアの暮らし全般を、私の生活をもとにお伝えしているチャンネルです。今回は、40歳から老後資金を貯めるをテーマに、具体的に架空の家を想定し、例えば左岸家とでもしましょうか、貯蓄プランを考えていきたいと思います。この動画を見てほしい対象者は次の通りです。はい、この動画を見てほしい人です。現在30代後半の人、それからギリギリ40代、ちょっと超えた人くらいまでですね。はい。大黒柱であるサガンさんのうちのお父さんですね。夫、54歳。貯蓄は0円です。で、ローンの残高が720万円。その他に子供2人の学費ローン240万円が肩に乗ってます。人生の赤字です。で、ローンですけども60歳で終了。55歳から60歳までは給料が頭打ち。で、65歳からは月10万程度給料は減っていきますと。まあ、半額になるところもありますのでね、減っていきますということです。それから65歳定年、退職金は1800万円ですという、そういう今後の予定になってます。はい。では、家族の方を見ていきましょう。妻は52歳でパート勤務、給料は10万もらっています。で、子供が2人いて、夫が54歳の時点で2人とも大学を卒業し、独立しています。で、この間の学費なんですけれども、子供1人当たり1人ずつ120万円の大学進学ローンを抱えているという設定です。120万の借金を背負って社会に出ましたということですね。はい。54歳までにですね、住宅ローンと、それから子供の学費ですね。2人分の学費が合わせて240万。まあ、ほぼ1000万くらいの借金を背負ってるわけです。で、55歳から給料が頭打ちになっていきます。60歳まで給料頭打ちです。ただ、頭打ちといってもですね、給料が高い段階での頭打ちですので、そんなに頭打ちになったということに対する打撃というのは少ないですよね、この段階に来て。なので、ここです。月々今まで10万ずつ貯金してきました。10万ずつ貯金して、年間120万貯金できたわけですが、その貯金といっても実際には200万使っているので、80万の赤字を作ってきたわけですけれども、55歳からはですね、子供たちの学費が子供が2人とも独立しましたのでかかりません。なので、月々の貯蓄をですね、15万に増やしてみます。今まで子供に使ってきた分をそのまま貯蓄に回すということです。そして独立してますので子供たちのですね、学費以外に、こまごまとした生活費というものがですね、諸雑費が、まあ、電気代とかそういうものも含めて、諸雑費がかかりませんので、実はもうちょっと増やしてもいいと思いますが、まあ少なめに見積もって15万。年間200万の貯蓄と考えます。はい、それが55歳から60歳まで続きます。200万、200万の貯金が続いていきます。そして60歳で、給料が頭打ちだったものがですね、今度61歳からは給料がガクンと今度下がる時代に入っていきます。
はい、じゃあそこを見ていきましょう。はい、61歳からは、じゃあちょっと見ていきましょう。60歳まではローンがあり、給料が頭打ちであるという、そういう状況ですが、61歳からはですね、10万のローンが終了します。ですが、給料が10万下がります。これでプラマイゼロです。60歳と状況が同じになりますが、ここで子供2人がですね、独立していますので、まず子供の所在費がかからない、学費が抜けたというのは大きなメリットですが、メリットって言ったらおかしいけども、大きな要素ですけれども、その他に、まあ、食費だとかね、大きい子供たちの食費って結構かかります。それからスマホ代だとか、所在費、生活費ですよね。そういうものがすべて抜けますので、もう少し月々増やしてもいいと思いますが、まあ、60歳の時と同じ増やし方をしています。15万ずつ。で、さらにもっと増えてもいいと思うのはですね、ローンが終了して、月々の10万のローンが終わって、給料が10万下がったので、ここの段階でプラマイゼロなんですけれども、ボーナス月のですね、ボーナスがそっくりこちらの方に、貯金の方に回すことができますので、本当だったらもう少しですね、月々15万ずつとしても、年間で300万くらい貯めてもね、そんなに無理なく貯まるはずですが、一応無理のない範囲で継続して200万、60歳までと同じ継続して200万をずっと貯めていくとします。まあ、この年は退職金が入りますので、200万プラス1700万で、まあ、約2000万ということで、切りのいい数字で2000万にしておきました。というようなことで、貯めていった結果、どうなるのかということです。はい。じゃーんって感じですね。はい。トータル4040万になりました。パチ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 。地味にパチパチって感じですけれども。はい。結局、このサガンさんは54歳までですね、貯蓄はおろか、借金を1000万くらい背負った人生を過ごしてきたわけですけれども、54歳から65歳までかけて、退職まで、で、挽回し、結局4040万の貯蓄ができて、65歳から66歳からですね、退職後の人生をスタートすることができますという、そういう結果になりました。まあ、ここで2000万ね、退職金が入ったのが大きかったわけですが、仮に退職金が2000万も出ませんという人、0円だった場合もですね、2040万の貯蓄になっているわけですので、金融庁でしたっけ？そこが発表した老後2000万ですね、用意してくださいというのには答えていくことができているような人生設計になってます。これが絵に描いた餅っぽいことは重々承知しています。地元大学ではなくて東京の大学に行きたいと言い出したらどうするんだ、誰かが退病したらどうするんだ、両親の介護はないのか、などなど言い出したらキリがありませんが、とりあえず何らかの設定をしないとシミュレーションが始まらないので、今回はこういう設定にしました。これは叩き台ですので、あとはご自分の生活に合わせてご自分の年齢や給料の金額、あるいはローンの金額、それからローンの終了する期間など、あるいは子供の年齢ですね、などを変更して、ご自分のね、お家に合わせて計算していただくといいかなと思います。次回は50歳の方の貯蓄プランを示していくつもりですので、この動画が参考になったという方、次回の動画を見てみたいという方は、
チャンネル登録をお願いします。では、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。See you! バイバイ!サガンでした。